皆さんこんにちは、賃貸の農業の中島です。本日は奈良市法蓮町にございますラ・ポール一条という賃貸アパートにやってまいりました。こちらの部屋は 1K の部屋となっておりまして、とってもですね、設備も整ったそんなお部屋となっております。まずはこちら洋室のお部屋なんですが、こちらの洋室、このようにですね、収納がとっても広々としているんですね。これだけ奥行き、幅、そして高さもある収納スペースですので、こちら、衣装棚なども入れていただいて、衣装類などですね、収納していただくのにもとても便利かと思います。またこちらのお部屋、はですね、このようにアクセントクロスが一部採用したされておりまして、とってもですね、おしゃれな壁紙がついているんですね。この、きらめくようなエメラルドグリーンのこの壁紙がとってもおしゃれで素敵ですよね。こちらはこのように、ハンガーなどをかけていただけるようになっておりますので、こちらにコートなどをかけていただくことも可能でございます。またこちらのお部屋は南向きのお部屋ということで、とっても明るい日差しが入ってくる、そんなお部屋となっております。またこちらセキュリティ面もご安心ください。このようにですね、窓の下には補助錠なども設置されておりますので、急な、侵入を防ぐように作られております。またこちらこのようにエアコンも1基設置されておりますので、最初にご準備の心配もございません。そしてこちらのお部屋にはこのようにですね、冷蔵庫もあるんですね。こちら通常タイプの冷蔵庫がございますので、上は冷凍庫、下は冷蔵庫となっております。またキッチンスペースもとっても広々としております。一口の IH クッキングヒーターも設置されておりますし、このようにですね、まな板を置くスペースもしっかりとございます。洗い場もしっかりとございますし、このようにですね、食器などを収納していただけるような棚もございますし、水切り棚もございます。下はもちろん、収納スペースとなっておりますので、キッチン用品もしっかりと収納します。そしてこちら、このようにお手洗いもとっても広々、もちろんエメラルドグリーンの壁紙が、トイレを色鮮やかにしてくれてますよ。そしてこちら、お風呂場となっております。洗面台、お出かけ前の準備がここでバッチリ、おしゃれを楽しんでください。読みました。そして白を基調としたお風呂場となっております。そしてこちら、室内洗濯機置き場となっております。暑い夏や寒い冬でも洗濯のために外に出る必要がないから助かりますね。上にはこのように洗剤などを置いていただけるように棚もございます。いかがでしたか。法蓮町にあるこちらの 1K の賃貸アパート、やっぱり気になるのは賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお先では皆様のご来店をお待ちしております。はい、そんな感じで今日はラ・ポール一条のご紹介でした。また見てね。